本当、おバカさんの恐れ知らずですね。私の誘いに乗ってこんな。大丈夫です、何もしませんよ。私にだってそういう時はあります。たまには二人だけで綺麗なものを見るのもいいでしょう。焼かれ果てた暗い私の中身なんかじゃない、二人で見られる遠い輝きをね。星で埋まった宇宙なんて幸せなもの。今の私はうつろ、うつろと化した溶け落ちた愛、それ以外は本当に何もない場所です。でもだからこそ受け止められるものがあるのかもしれませんね。それが何かって？さあ、わかるわけないじゃないですか。